はようございます。釣り子 TV です。これね、ジーニアスプロジェクトのグラビアスと、あとはね、よく使ってるファンタジスタのレジスタ 70H っていうね、リミテッドモデルかな。なんかね、使っててね、違和感があったんですよね。おかしいなと思って、まあ、ここの時点でちょっと今もう答えは出てるんですけど、これね、手に入れてね、グラビアスに BHK つけていなかったって、これね、もう大問題なんですよね。なんかね、釣りしててね、ちょっとね、おかしいなと思ってね、よくよくなんか足りないなと思ったら、このね、BHK がついていないっていうことで、これをね、ちょっとね、今日ね、つけて、グラビアスを完成な状態に持っていこうかななんていう、そういう、動画なんですけども、まあこれね、プルフラットさんですけども、本来だと、まあ例えばこの今針先綺麗にこう隠してるんだけど、この針先をですね、ズニュッと一回出して、そんでこのね、ガイドにこう引っ掛けたりとか、はたまたここのね、上のカウルのところというんでしょうか、ここにこうつけたりね、するわけなんですけども、そうするとせっかく綺麗にね、このワームをセッティングしたんだけども、形を崩さなきゃいけなくなるっていうことで、そこでね、便利な BHK が必要になってくるわけです。はい、これがね、BHK ジーニアスプロジェクトのね、まあ釣り具屋さんって結構いろんなところで売ってるんで、なんかこの袋は見たことあるなーなんて。で、何のことはないね、すっごい小さなパーツがポチョンと、入っているだけなんですけども、これがね、あるとね、これ一回使うとね、あのね、ほんと癖になるっていうか、これがないとね、なんかね、使いづらいんですよ、このタックルがっていうわけで、ちょっとね、早速自分でつけていきたいと思います。まずね、ちょっとリール一回外しますかね。これで巻いて、で、どんなタックルでやってるのっていうとですね、このラインは、16ポンド、これね、今ね、冬場なんでちょっと14ポンド入れてたかな、14ポンドだったような気がしますが、フロロカーボンライン、フロロマイスターを、入れ込んで深溝スプールで使っております。で、BHK、 ここですね、このね、ちっちゃなネジ、ここにですね、このパーツをつけるとフックキーパー、これがついちゃうっていうことで、早速ですね、開けていきますかね。まあ、小さな部品なんで、ね、なくしたり落としたりしないようにこう気をつけて、はい、はい、これ BHK、 ほんとね、シンプルでね、まあこんな感じのパーツなんですよね。フックを引っ掛ける、絶妙なこのカーブとかがね、すごい多分いろんな形をテストしたんだと思うんですけども、で、青木さんに以前お会いした時聞いたら、まあ、例えばこれを、まあ、なんだろう、軽さを重視でチタン製とかね、いろいろやり込むことはね、できたって、まあ、例えば、最新鋭のもうめちゃくちゃ軽いチュラルミンとか、なんかいろいろわかんない、探せばそういう素材があるのかもしれないんですけども、そうするとどうしてもね、コスト的に、高くなっちゃう、みんなにね、使ってほしいっていうことで、このね、シンプルなステンレスのものにして、で、比較的1個あたり買いやすい価格を実現して、まあ大体300円ぐらいで買えると思うんですけど、3、400円ぐらいだったと思うんですけども、これでみんなが使いやすいようにっていうことで、で、今までなかった新しいリールにつける、ルアー&フックキーパーです。オフセットフックの針先をワームから外すことなく止めることができます。もちろんシンカーボということで、付け方はですね、まあ、大概のリールね、ないリールはないんで、ここはよく見てもらいたいんですけど、この裏側にあるちょっとしたこういう、ね、ネジね、それを緩めて、ないリールとかもあるんで、お手持ちのね、リール、見ていただければ、アブとかね、このグラビアスはね、大概ここら辺につけるとちょうどいいよってネジ穴が、ネジがあるので、これをまずは緩めます。
一度保持してやってるんですけども、これをなくしちゃうと大変だってことで、はい、外れました。そこにこの PHK 外側にね、それでね、また今度ね、戻していくということで、ね、ほんとね、このね、シンプルすぎるゆえにね、何のツッコミどころもないんですけども、ただね、使ってみるとほんとね、あーこれはいいなって、まあ唯一ね、たまにラインがこう老けた時とかにたまにちょっとだけ引っかかることがあるんで、そういうのも嫌だよっていう人は、あーちょっとね、どうかなっていう場合があるとは思うんですよね。まあ、たまにこの糸がフォワワーンって出たのを、まあ、ただピッて取ればいいだけの話なので、自分はそれより通常のメリットの方がいろいろ効果があるなと思って使った。ちょっとつける前に、はい、できた、ね、これ気持ち悪かったんですよ、このね、BHK ついてなかったよと思って、こんな感じでジーニアスプロジェクトのグラビアスにはやっぱりジーニアスプロジェクトの BHK がねよく似合うということで、やっとつきました。これがね、これで気持ちよく釣りができるぞ。ね、えちょっとね、移動する時とかね、ふっとねつけようとして、あれあやばい、このリミテッドまだ俺つけてなかったわと思ってね、えらい感じだったんですけども、まあこういう部品が、増えることによって、通常だとこう針先を出してじゃないと、そのいろいろ移動の時とか引っ掛けづらかったのが、このまんまの状態でこうやってかけることができる、ね、で釣りする時もこうスッと取るだけ。ね、プラグなんかにもすごい使いやすいです。これだけ。ほんとシンプルなんですけども、あるとないとじゃね、ちょっと大違い。ねえ、ほんとね、まぁ、ちょっとご自分のリール見て、この裏側にね、こういう付けられるネジ穴あるかなっていうのを確認して、あったらね、まぁ、ね、ちょっとね、一個ね、試してみてくださいね。ほんとね、便利なんで、自分の、他のグラビアス以外のリールも、なんかネジ穴があり次第ね、徐々にね、これね、パーツね、増えていくと思いますんで、まあ見えづらいところなんですけどね、また使い心地とかご紹介していければいいなと思います。で、まあそうですね、このリミテッドモデルに関しては、中身は変わってないんでね、従来のグラビアスと変わっていないので、ほんとね、一緒、ね、使い心地はもう快適で、バックラッシュが重症なバックラッシュをしづらい、ね、で返すプールもあるので、ライトラインのベイトフィネスっぽい使い方から、深溝スプールのちょっと太めの糸を入れた、強めの釣りまでね、快適にできる。唯一ね、今ね冬場なんで気持ちですよ、あんまり変わんないと思うんだけど、気持ちこの塗装だから冷たくないんじゃないかなっていう感触はしてます。どうなんだろう、この塗装効いてるのかな。寒いんで、ほんとね、気持ち、ちょっと気持ちの差なんですけど、気持ちこの塗装でこのマット仕様な感じなんで、なんかね、気持ちあったかくはないですよ、あったかくはないんだけど、なんか握っていてチーンってね、冷たく、素手でキーンとしたね、無垢の、鉄棒を触ってるって感じがないので、冬場の釣りなんかはいいんじゃないかなっていう。まああとはね、このね、黒い竿ね、好きでこれ使ってるんで、まあ使っててね、この組み合わせはね、もうバッチリなんで、すごいね、気持ちいいなという、まあ色でね、気持ちいいなっていうところ。使い心地はまあ従来のもうグラビアスと一緒なんで、まあ、投げやすいのは間違いないですよ。こういう感じでございます。というわけで、ちょっとほんと見えづらいね、細かいパーツなんですけども、ああこれでね、すっきりした、グラビアスにですね、ジーニアスプロジェクトの BHK ね、これを装着してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。